知られている三浦さんですが、いろんなもの、時刻表もそうでしたよね、うん、それから嫌げ物なんていうのもそうです、落雅を、トン祭り、いろいろありますけど、うん、宮沢さんは何が一番気になりますか。まあ、あれですね、もうすでに出てしまいました時刻表もそうなんですけど、やはりですね、嫌げ物、うん、ああ嫌げ物がね、本当に迷惑、こんな概念を作ってくれたおかげで、ああ嫌げ物持ってくるやつが出てきて、わざと持ってくるってことですよね。もらっても嬉しくない嫌な土産を持ってくるやつがいるってことですもんね。もともとは良かれと思って持ってきたものが結果嫌げ物になってるっていうことだったんですか。でも地方に行って土産買う段階で、誰かに買う段階で、もうすごい押し付けなわけじゃないですか。まあまあ、それを渡すことによって、まあ、私はあそこに行きましたよっていう話がしたい何かツールだったわけで、その中で食べ物とかだったらまだしも、いらないこけしみたいなのもらった時に困るじゃないですか。でもそのネーミングがなかったもんで、困ってもなんか暗黙の了解でニヤニヤしてるだけで終わってたけども、これ嫌気ですねってはっきり言えれば、はい、そうです嫌気ですって言えればもうほら二人のわだかまわりもなくなると思ってつけた名前なんだけど、わざとしますもんね、わざと、わざと、ね、持ってきますもんね。そうですよね。天童市からブロンズでできた、はい、将棋の駒をかん捧げ持つ、うん、女神って、あれシリーズねあるんですよね。俺もそれは栓抜きもらって買ったんですけど、オリーブを掲げてたり、ヌードの部分は同じで、上に掲げてるものが違う、栓抜きがあるんですよ。あ、そうそう。一応、変抜きって呼んでる、変な栓抜き。今、抜くとこないから、そういうのありますね。重いの嫌ですよね。重いの。重いのと木彫り嫌ですよね。木彫りも相当ですね。どこに置けばいいのっていうやつ。そうですね。着物はね。本当に、だからってね。途中で捨てるわけにいかないんじゃないですか。ねえ、そういうことなんですよね。お前そういう人って、あれまだお持ちですかって聞いてくるから、家に来ささない方がいいですよ。そうですね。そういう人はね。ね。絶対にね。うん、でも名前ってそう考えると大事ですね。名前がない状態からある状態になったことで、うん、劇的にいろんなものが変化するんだな、ね、っていうことを感じます。でも俺の つけてたやつって、はい、一番初め全部叱られてたやつで、ゆるキャラもすごい一時叱られて、もう今から20年ぐらい前だったけど、やっぱり地方自治団体の人にその写真が欲しいから僕いろいろ電話したりしてたんですけど、ゆるキャラっていう連載がしたいから、キャラはそもそも立たなきゃなんないのに、ゆるいってありえないことが、ヤオヤオルズこの世の中にいることに僕気がついたんで、言ってたやっぱりゆるいってけしからんって地方は言うんですよ、うん、だからもう途中から俺、あ、ごめんなさいって、ユニークのキャラですって言って嘘までついて写真借りたり写真撮らせてもらったりしてたんですけど、ある時から急に価値観って変わる時があって、うん、うん、あったでしょ、ゆるキャラはあったと思う、はい、うんうん、クソゲーっていうのも僕考えたんですけど、クソみたいなゲーム、それも一時もう業者から怒られて、それは怒りますよね、うん、でもこっち自前で買ってたから、本当クソみたいなのってあるんですよ、ファミコンの時代にあったんで。でも出だしを怒られたもんって、なんかの世の中のね、ちょっと誤解かなんかがあって裏返る時があるから、じっとそれを待ってるだけのことなんで、うん、全部が喜ばれたネーミングじゃないから、ね、でも面白いなと思って、価値観が変わる瞬間があるのは名前があるおかげなんだなって。そうですね。その概念がないですもんね、はい、その名前がないとね、うん、個別論になっちゃうし、みんなまとめられないとね、そういうふうに変わらないなと思って、で還暦の話に戻りますけれども、お誕生日当日は前夜祭ライブが行われて、で翌日は本公演であるザ・スライドショーも行われたという宮田さんの還暦の誕生日だったんです、スライドショーは宮田さんも大好きとおっしゃってましたね。好きですよ。ありがとうございます。もう僕は生では見たことがなくて、実は、はい、あるテレビ局で、ある某テレビ局でやってます、はい、ね、笑いましたね。ああ、そうですか、ありがとうございます。ね、印象に残ってるのはすごくいい写真、はいはいはい、男たちがこう走り出さんばかり、分かりました、道後温泉の前で撮った写真ですね木村伊兵衛賞を撮れるような、そう、全ての人に躍動感がある写真、躍動感、あれは笑ったせっかくいい写真なのに、ど真ん中の人がミスタービーンの T シャツを着てたんですよで台無しになってるっていう写真でした。木村伊兵衛賞ね、あれは絶対撮れたと思いましたね。撮れたと思いますよ、うん、撮れたと思いますよT シャツ一枚で逃してしまったというその台無し感がおかしかったんですよね。おかしかった。いい写真であればあるほどおかしい、おかしいですね
さあここでですね、はい、学年は一つ違いで年齢は二つ違いのお二人、うん、まあほぼ同年代ということですので、聞いてきた音楽も共通の点があるんじゃないかということで、こんな企画をご用意いたしました。うん、題して、うん、フォークソングイントロクイズ青春イントロドーンです。難しいですね。ね。イントロドン。フォークっていうののくくりが難しいですよね。難しいですね。ね、僕らそのフォークっていうのいろいろあって、苦手なフォークもあるんですよ。これはね、担当者が独断で選んでるので、もしかしたらちょっと、これは違いますっていうのがあるかもしれません。苦手なやつが出てくるとね、怒りますよ、本気で。本当に。僕らの世代はね、これは違うと。冗談じゃない。分かってないかもしれないスタッフ、世代的にはもっと下なので、そりゃそうですよ。分かりませんけれども。間の字がつくやつが出てきたら、怒りますよ。ああ、そうですよね。じゃあ、おそらく宮沢さんと三浦さんが、10代、思春期の頃に聴いてるであろうものを選んでおります。これからイントロ流しますので、うん、何の曲か分かりましたら三浦さんはピコピコハンマーを、はい、そして宮沢さんはパフパフホーンをこれ、はい、鳴らしていただきます。有名なイントロですよね。だと思います、ね、まあ、とにかく1曲目は多分分かるんじゃないかな。いきます、はい、では参りましょう。青春イントロドン、三浦さん、吉田拓郎、今日までそして明日から。正解どうでしょうか。当たってでしょ。正解でございます。おめでとうございます。これは当てないと、これは当てないと。僕も分かりましたけどね。分かりましたね。これはもう盤石大丈夫ですね。これは大丈夫です、はい、旅の重さっていう映画のサントラにもなりました。ありがとうございます。吉田拓郎さんの今日までそして明日からです。では2問目に参りましょう。青春イントロドン、飯田さん、あれ分かんないや、これボブディランだと思った。なんだろう。もうちょっと聞かせてもらえますか。もうちょっと聞いていいですか。これ俺の曲じゃない。違う。俺の曲違うな。こんな長いハーモニカ。友部正樹さん。友部さんかな。友部さん、はい、では曲名を。まあ、一本道じゃないですよね、これ。一本道じゃないですよね。友部さん。友部さんって言ったら大阪にやってきたでもないですもんね。友部さん当たってます。曲名だけ。では正解です。春。おもう春。もう春。ものすごいおじいさんの番組みたいになっちゃったじゃないですか、これ。もう。そうでしょ。そうでしょ。そうだ。シングルじゃ、はい、シングルで僕持ってる。でもね、もうほら、タイトル出てこないとやるんですよ。もうありますよね。もう春だね。正解です。やっと出ました。はい。そうそう。はい。次が3曲目になります。なんか別の意味のクイズみたいになってますけどね。思い出せるかどうでしょうかみたいなね。そうです。オイルショッククイズですよね。どこがですか。オイルクイズ、オイルショックですよね、これ。カレーに関するショックのことをオイルショックって呼ぶんですか。はい、呼んでます。オイルショック、はい。では続いてが最後のクイズです。はい、青春イントロドン。はい、うん、これわかるわ、これ。これ俺の曲ですよ。俺が高校の時に作った曲だと思いますね。タイトルは。冬から春へでしょ。違います。いや、不正解です。俺の曲不正解ですか。もう一回お聞きいただきます。三浦さんの曲が当たってます。僕の曲ですよ。それはちょっと僕には分かりようがない。三浦さんが分かり、あ、これなんだけど、俺ね400曲ぐらい曲作ってるんですよ、高校時代に。自分のイントロすら、あ、分かったぞ。あ、分かった。話題にもならなかった映画だ。正解。そうだそうだ。こんなん宮沢さん当たるわけないじゃないですか。これ高校じゃないです。ね、浪人の一両面の時作って、荻窪のアパートで作ったのを思い出しました。これボーカルは、僕ね声がね、この時ねまだ高かったんですよ、すごく。当時の宮沢さんのお声、そうです、いい声出してたんですよ。俺ちょっと聞きたいです。ならなかった映画のようなものなんだ。これしか当てようがないじゃないですか。当たってよかったです。なんかイントロのギターの、はい、テレテレンって入ってきたところは、はい、あれかと思うんですよ。多分それをパクってんだと思いますよ。、うん、この頃はもうパクリパクリですんで、
カリフォルニアドリームかな。ああはいはい、あ そこら辺かもしれません、ね、年代的にもそこら辺だと思います。そうですね、はい、いっぱいいろんなもんパクってましたんで。そうですか、400曲も高校時代、はい、作りましたね。大学の1年ぐらいの時までに400曲作って、友達からプロより多いから気持ち悪いと思って何がしたいのかがわからないって言われてました、ね、といううちの1曲お届けしましたすごい曲、話題にもならなかった映画作詞作曲三浦淳さんという曲でした。はい、はい、そうでした。ではここで改めて三浦さんがお持ちくださったレコードの中からもう一曲お届けしましょう。すいませんね、これいいですか。これね、去年一昨年かな、あの自分の企画と原作で撮った映画があって、変態だっていう映画なんですけども、あのその中でね、最後あの主人公がクマと戦うんですけども、はい、そこにかかってるキルベアーっていう曲ちょっと俺歌ってますんで聴いてください。すごい声ガラガラになってますんで。前の健太でキルベアを吹いていただいています。重いギターですね。重い、よく外国のホラーにありがちな最後メタルがかかるみたいなことにしたくてそういう、うん、作ったそういう音楽、ね、はい、そういう音楽でした。まあキルベアってタイトルがすごいですけどね、はい、熊殺し熊殺し何のことかさっぱり分かんない。一応英語にしてあったんで。ありがとうございます、はい。さあ質問も来ています。岡山県40代女性ケロリンさんです。気になるというお便りテーマで言えば、今日のゲストの三浦淳さん、テレビのコメンテーターやゲストでご出演の時は必ず拝見しております。ありがとうございます。そこ行くかみたいな斬新でユニークな視点が素晴らしいのですが、今気になっているものは何かありますか。今ね、僕内出の小槌がすごい気になってて内出の小槌、はい、なんで気になったのかがちょっと出だしはちょっともう忘れちゃったんですけども、内出の小槌って大黒天が持ってるじゃないですか、はい、ね、で大国主の御事と神仏集合して俵履いてこう持ってるじゃないですか、内出の小槌って、うん、その辺の詳しい背景ちょっと知りませんで、はい、すいませんでした、はい、内出の小槌駅っていうところが神戸にあって、内出駅って今言われてんですよ、はい、で小槌取れてんですよ、はい、ということはもう小槌が内出のもう代名詞になってて、はい、内出のなんとかってないじゃないですか他にね、はい、であとマーベルのマイティーソーっていうはい、知らない、はいはい、内出持ってない、あれ小槌感がすごい、なんで持ってんのかわかんないけど内出持ってるでしょ。持ってます持ってます、ね、でだんだんそうやってなんかあの小槌が気になってしょうがなくなってきて、ある地下鉄でそれ3ヶ月ぐらい前なんですけど、コマーシャルが貼ってあって宣伝が貼ってあって、で小槌だと思って地下鉄のあの車内の中で、で写真パーッと撮ろうと思ったらドライヤーだったんですよ。よくできた赤いやつで、もうねかなりいいところまで来てるんですよ。もう仕上がってるっていうか、でその後ねそういう量販店行って、はい、そのドライヤーがざっと並んでるとこをね写真撮ったり今すぐしてるんですけど、はい、ある外国の会社のやつがすごくねうちで似てるんですよ、はあ、ものすごい似てんだけど4万5000円もして買ってないんだけど、それさえ買えば多分パーフェクトに行くんじゃないかなと思って、今うちでの小槌が、はい、うちでの小槌、はい、もうちょっと分かんなくなってたでしょ、はい、ドライヤーは何色ですか、その4万8000円は。ね黒なんだけど縁が赤です。あ、ね、あの掃除機も出してるところの会社、あ、高いんですけど、すごい内出に似てる。へ、内出を
昔の家ってなんか床の間のとこに赤いこう、こうなんか座布団みたいなとこに打ち出の小槌置いてあるとかなかったですか、あれ。あれ何なんですか、あれ。 お金お金持ちになるんですよ。大富豪になるとですかね、うん、で有田焼の打ち出の小槌がネットで買えることに気がついて買ってもらったんですよ、はい、で買ったらあのメールが来て名前を書きますからって言われて、はい、僕名前言ったら、はい、送ってきたら還暦三浦淳って書いてあったんですよ、はい、だから還暦祝いなんですよ打ち出ってなんかそこ結びついたんですけど、なんで還暦に打ち出持つのかが分かんないんですけど、こうマイティーソーに通ずる万能感がやはりその万能感が多分 あるんでしょうね、で家を建てるとかなんとか、ここから財宝が出て、一寸法師にも出てくるでしょ。小さくなるときこれなんかやったりするじゃないですか、で財宝が出た後寺の鐘が鳴ると財宝が消えてなくなるって書いてあるんですよ、調べてみたら。だからなんか諸行無常のなんか象徴ハンマーなのかもしれない、なんかよくわかんないけども、うちでは知ってるじゃないですかみんな、はいはい、すごいメジャーなのにあまり詳しく知ってる人がいないんじゃないかなと思って、そこだなと思って今うちでのことばっかり考えてきて、次はうちでだそうです、チェロリンさん、はい、あと質問もう一つ、広島県48歳玉子さん、三浦淳フェスは地方でも開催する予定はあるのでしょうか、私も行きたいです。手長いってね帰ってくんですよ、辛いことに物がものすごい点数出してあるやつが自宅に帰ってくることの辛さってないじゃないですか。だから本当だったら巡回したいんですよこっちも。だからもしこれ聞いてる展覧会場の人、うちの事務所に電話かけてきてくださいよ、回したいです。多分ね新潟かなんかに行く予定ではあるんで、すごいずっと一生回してほしいです、はい、帰ってくるとなかなかに家が狭くなったりっていう、いやです、はい、感じはもう本当はいらないんで、はい。宮沢さんいかがでしたか、初対面の三浦さんとの対談は。面白かったです。あ、ありがとう。もう本当にあの聞きたかったこともいっぱいありましたし、あとゆっくりそもそもまあお話ししたかったんで、 ありがとうございます。あ、よかったです。はい、これを皮切りにまたおいでいただければ嬉しいなと思います、はいはい、ありがとうございました。今日のすっぴんインタビューのゲストは肩書きがイラストレーターなどの三浦淳さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。